締め付けてる僕の脳みそは。誕生日のプレゼントのことです。ああどうもありがとうございます。これはエレキギターで入れたんやけど、もうギター一本だけで、うん、で声はむっちゃなんつうかディレイっていうかな、こうエコーみたいな感じで追いかけてくるような感じで、もうやめてくれって感じで。誰が誕生日で早く殺してくれなんて歌詞書いてる。よう考えた。でもなるべく僕がこいつに送りたいって、こいつはいつもそいつはいつも僕にその相談してきた。でなんかね、例えば光見てるでしょ、これがもその片頭痛の時はむっちゃ眩しくなるらしいんですよ。もう10倍20倍にで、みんながひそひそ喋ってる声がすんごいもうなんか大きな声でおたけびにみたいに来る。でそれで僕はあ、こいつにプレゼントするならこういう感じを送ったろうって作ったのが今話してる、そうするとある意味そうなんか僕は大きく考えて、すごい例えば小鳥たちのさえずりとかあんま僕ら普段聞き逃してるけど、その片頭痛の時はすんごい聞こえてくるわけですよ。から風の音とかもう頭痛くなるように聞こえてくる。だからそれをなんつうか生命のこうなんつうか大きな躍動みたいのを聞こえる、すごい頭痛いのはしんどいけどすごい病気じゃないかなと思って、そういう意味で僕は送ったんやけども、まあ本人からメールは一切来てないです。それね。そうやってない。まあ元々メールせんやつやから微妙なところなんやけども、おそらく、気に入ってくれてると思います。あいにく待ったあいつと鉢合わせだ。釣り革を見下げたやつの頭はゆらりゆらり列車に揺れる。俺の街は
販売機のライトが眩しい。俺の街では歌ってて、あ、パッて1曲だけまだあると思ったけど、それも歌…次に歌っちゃうかもしれないけど、なんか…あ、ちょっと何人かもうそろそろ終わってもいいなっていう人…そうそうじゃあ、最後はもう、ほんとの最後かもしれない。最後、こんな曲になってくる。もう時々自分で詩書いてて、これどんな意味で作ったか分かんなくなる時があって、それがこの曲で Today's Bad News って曲題名書いてるの、何のことかさっぱり分からないです今日なんか嫌なことあったのかなっていう。忘れ物大事な忘れ物前からなんとなく気づいてはいたのだ。俺の片隅に黒影ってたのをなんとなく気づいてはいたのだ。なんとかなるさ、いやなってほしい。きっといつものようになる。今気づいただけ無駄なしなのだ。コメディーさ、一般大衆を腹を抱えて笑え。なんとかなるさ、いやなってほしい。プラス思考ができるから諦めたら全て終わりね。ダウンタウン今日も人でごったごったごった返してる。ザーザーブリザーブリアーケードの下ド派手な芸人はぐる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 日を回し、お客の心もぐる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 気の向くまま風の吹くままみたらし方法で僕の時代はまだ来ない。僕の時代はまだ来ない。忘れ物前からなんとなく気づいてはいたんだ。